マドプラグトラッカーは Windows 上でオリビエラピックックによって開発されたオーディオモジュールトラッカーである。元はマドプラグインというインターネットブラウザ上でユーザーに音楽を聴かせるために初期に開発されたプラグインモジュールだった。マドプラグプレイヤーとマドプラグトラッカーはこのプラグインから発展した。マドプラグトラッカーはフリーソフトウェアであり BSD の元に配布される。 ドプラグトラッカーの主な特徴は、ポイントクリック、ネイティブの Windows ユーザーインターフェースである。ほとんどのトラッカーは、非常に古い DOS トラッカーのインターフェースを受け継いでいる。トラッカーを使用する多くの旧派のミュージシャンが、古式の GUI を好むが、信頼者は、ドプラグトラッカーの新しいインターフェースに引き付けられるようである。ドプラグトラッカーは、 効果選択のためのコンテキストメニューやファイル、サンプル、およびパターンのためのツリービューやドラッグドロップ機能などのように Windows プログラムに共通の特徴を利用している。m a d プラグトラッカーは IT、XM、MOD、および S3M ファイルを読み込むことができる。その上、複数サンプルファイルフォーマットに対応し、 DLS とサウンドフォントをサポートしている。窓プラグプレイヤーは、オリジナルの窓プラグトラッカープロジェクトに関連して、オリビエラピックックによって開発された、付属のモジュールプレイヤーである。プレイリストエディターや、グラフィカルイコライザーや、オートマティックゲインコントロール、低域増幅、リバーブ、ミキシング、ドルビーサラウンドサポート機能が追加された。 プレイヤーは圧縮されたファイル上でも様々なモジュールミュージックファイルをサポートする。1999年12月にオリビエラピックックは GPL 化でプラグインを XMMS を元にしたコードに書き直すため窓プラグのモジュールプレイングパーツのソースコードをケントンバルダに送った。ソースコードは後で公共の場でリリースされた。 そして、モッドを使うコードは別のライブラリー、窓プラグ XMMS プラグインプロジェクトの一部として維持されたリベ窓プラグに分かれた。そしてその後2003年後半から2006年の間に再開されるまで、このプロジェクトは休止状態にあった。しかしベータバージョンが時々リリースされるため、1999年12月にオリビエラピックックが プラグインに書くために GPL の下でマドプラグのモジュールプレイングパーツのソースコードをケントンバルダに送った。時間の不足のため、オリビエ・ラピックックはマドプラグトラッカー自身の開発を中止し、彼は2004年前半にオープンなライセンスの下で全体のソースコードをリリースした。その結果、ドプラグトラッカーは sourceforge.net で トラッカーのプログラマのグループによって活発に開発されている。ありがとうございます。